まあ、どのチームもやっぱレベルが高くて、あの毎試合のレベルに驚いてるのと、まあ、ブライトンがあの入る前からいいチームだとは知ってましたけど、ここまであのみんながうまいとは思ってませんでした。まあ小さい頃のアイドルヒーローは、まあ、僕が小学校から在籍したチームの、あの選手ですけど、あの皆さんは知らないと思うんで、海外の選手だと小さい頃はよくクリスチャーノ・ロナウドを見てドリブルを真似してましたね。サンデーロースチキンですね。サンデーロースね。ボス、フィッシュ&チップス、いや。まあ両親だったり友達があっちにいるので、そこは、少し寂しいですけど、まあ、こっちでも奥さんもいますし、全然問題なくやれてますし、そうですね、まあでも美味しい料理、例えば日本のお寿司とかはあの食べられないんで、そういうところはたまに寂しいですね。